Do you know yo?熊本農業高校だよ。あぐちゃん、ぐりくん、取材よろしく。私たち農業課ではスマート農業に力を入れています。稲作栽培の薬剤散布の実習にもドローンを使い、大幅な時間短縮を実現しました。また農業機械メーカーに協力をいただき、本校の OB や地域の農業関係者を招いた研修会なども実施しているんですよ。新しい時代の農業を学べるんですね。私たち畜産課では SDGs の観点から豚脂石鹸プロジェクトに取り組んでいます。わー、豚ちゃんかわいいな。豚ちゃん、これは今まで廃棄されていた食品や食品製造の副産物などを飼料として豚を飼育、さらに豚を加工する際に発生する今まで捨てていた油の部分を使って石鹸を作り販売しています。この活動を契機にアフリカのルワンダとの技術交流も始まっているんですよ。素晴らしい活動が世界に広がっているんですね。私は来年開催される日本学校農業クラブ全国大会熊本大会の生徒実行委員長を務めています。この大会は熊本県学校農業クラブ連盟が企画運営を担当します。大会コンセプトに、農の力で絆を深めよう、つなげよう、広げようを掲げ、参加される皆様をおもてなしできるよう準備を進めています。全国大会に向けた準備頑張ってください。Do you know yo? 作曲中、作って SDGs。 ではみんなで熊本農業高校の歌いってみよう。スマート農業学べます。研修会もやってます。石鹸作って SDGs、 世界に広がる技術交流。準備を進める全国大会、参加の皆様おもてなし。元気に頑張る熊本農業高校。